岡山県消防学校が所有する地震体験車は、震度2から7までの8段階の揺れを起こすことができます。今回、16年ぶりに車両が更新され、その間に発生した東日本大震災や熊本地震のほか、南海トラフ巨大地震など、将来的に発生が想定されている地震の揺れも体験できます。震度7の東日本大震災を今から体験したいと思います。上下左右に揺れていて、とても恐怖を感じました。地震中は身動きが全く取れず、目の前の机をつかむのに精一杯でした。今日は運用開始を前に、車両をデザインした学生らが消防学校に招かれ、揺れを体験しました。かなり余震が続いた印象があって、強く揺れた後も注意が必要だなって思いました。そういう体験をすることで、どういった備えが必要で、実際に起きた時にどういうふうな行動を取るべきかっていうことを学習者を通して体験していただければと思っています。新しい地震体験車は来月3日から運用が始まり、学校や町内会の防災イベントなどに出動するということです。